これはオクラ、オクラで落花生とか、うん、そしてこれ玉ねぎ、あの赤玉ねぎ、白玉ねぎも取ってるけど、赤玉ねぎの方が大きいけどね。うん、赤玉ねぎ欲しい。うん、だとウサギ、ウサギがやってきて自然を食いますね。でも大丈夫だと思うけどね。あとは種で、うん、あとこの種を移植したの。まあ、とにかくさ、なんか入れてみよう。うん、植えてなかったらさ、つきやすいと思うけどね。で、取らすと思うけど。